なんで高速距離もワンタンクで、ワンタンクで高速でゆっくり走ってる分には九州まで行けちゃうんですよ。やば、滑らかすぎる。てかなんかね、視界が広い。広いですよね。こちらの E クラス予想350万。車の話坂戸店のコーナーです。始まりました。今回はですね、はい、アヘッドの在庫車紹介ということで、はい、メルセデス・ベンツの E クラスをご用意させていただきました、はい、おー、なんかベンツってこう E クラスとかいっぱいあるじゃないですか、はい、あれなアルファベットで大きくなるんですよ。どうなるんですか。高級になります。おー、すごい雑に言うと高級になります。一番上は G クラス、まあ、G とかまあ S クラスとかねありますよね。 AB、まあ、V クラスっていうのはまた別項で ありますけれども、はい、F はないですね。 F ないですね。G クラスある、はい、今ごめんなさい、今適当なこと言ってると思います。ごめんなさい。いやだってそう言ったんですもんね。いやでも多分そうじゃないですか。もともと A とか B はなかったじゃないですか。確かに確かに、ね、はい、じゃあ A 乗ってる人は貧乏人ってことなんですか。そういうわけじゃないです。あ、そういうわけじゃないです。あの僕 A クラス乗ってるんですけど。あ、そう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 、はい、まあ、僕のお財布は間違いなく貧乏でありますけれども、はいはいはい、というわけで、はい、今日はですね、まあ、あの実は今年ね、うん、新しい E クラスも出てますけれども、その2個前の、はい、後期型、はい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 、実はねディーゼルモデルが後期型から存在してたんですよ。あ、これディーゼルなんですか。これディーゼル。へえ。今日はこの E220 のブルーテックアバンギャルドっていうグレードなんですけど、こちらねご紹介をさせてブルーテックっていうんですか。いただきたいと思います。そうです。なんかヨーロッパ車ってディーゼルブルーテックって言えるじゃないですか。ベンツはそうブルーテックって言ってましたね。へえ。まあでも結局その後はあのE220D とか C220D とか後ろに D がつくことでそのガソリン車とディーゼルとのまあ確かに確かにね区分けをしている。 BMW もそうじゃなかったっけ。 BMW も 320D とかって言ったりとか、ね、確かに、はい、なるほどね。っていうのありましたね。勉強になります。はい、まあ、実はこ の前期型には本当にあのディーゼルがなかったんで、はい、この車格にもかかわらず走行状況によってリッター20以上平気で叩き出すと。あ、そう、この車格で。はい、あ、すごいね。まあ、2.2 リッターのディーゼルターボで177馬力、うん、トルクは400ニュートンと。あ、トルクはやっぱあるね。トルクはやっぱありますね。はい、なるほど。じゃあちょっと、まあ、あとはねやっぱりベンツなんで内装のね、はい、きらびやかさをね見ていただきたいと思います、はい、ベンツって感じですね。この革の高級感、はい、僕の持ってる車にはない。ハーフレザーでございます、はいはい、ない高級感でございます。なんかドイツ車ってやっぱ匂いが似てるんですよね。革っていうか、似てますね。こうなんかしっかり作り込むっていう感じの車が印象的ですね。まあ、ちょっとねサンルーフついてないんですけど、はい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 、まあ、あとね E クラスベンツね。いや、おしゃれですね。お得意の時計がこのこの、あ、お得意なんですかこれ。アナログで、はい、いやいいですね。なんかこの超高級車な感じがして、まあ、ちょっとね内装のセンターパネルとかね割とこうちょっと古臭い一面もね見えますけど、電話番号のところあったりとかね。確かに、はい、あ、でもちゃんとあとかかとかさとかあるんですね、はい、あとはあのまあ画面もちょっとちっちゃいですけれども、まあテレビも見れるし Bluetooth も使えるしとかっていう。これテレビ見れるんですか。見れます、見れます。あ、そう、はい、ちゃんと見れます。え、これナビにもなるんですか。なります。なるの。なります。え、これ純正。純正です。すごい、あのびっくりするぐらい純正です。あとね、そのセンターのところね、この開くのもね、またこう何これ、これ引いてみてください。あ、引くの。おお、観音開きっていうね、ステアリング動かすじゃないですか、はいはい、これね、電動で動くんですよ。は、どういうこと。ここにね、レバーあるでしょ、ここに。おお、なんかある。おお、え、これ、記憶とかもするの。乗る人に記憶はするかどうか、ちょっと僕わからないですけど。あ、でもあるじゃん。でもね、これはね、シートのね、メモリーなんですよ。はい、へー、すごいすごい。これね、あの僕の乗ってる A クラスにはついてないです。すごいね、これ。はい、というわけでこれを今度試乗していくんですか。はい、まあ試乗するんですけど、はい、まあトランクにね、まだ山中さんぶち込んでないですから。トランクもだし、後部座席もまだね、はい、見てないじゃないですか。やっぱトランクに山中さんが入るか入らないのか、入るよ、めちゃくちゃ大事なポイントですから。これは入るよ、絶対。あとほら、後部座席もめちゃくちゃ広いですよ。あ、超綺麗ですね、はい、いや、この革見てください、この革張り。これだけであれですよ、もう新井さんの1ヶ月分の給料出ちゃいますね。全然ね、高級感もあるし、見てください、この膝のね、あ、広い、全然、ね、いや、チンクイチェンツ乗ったせいか超広く。さっきのやつね、ちっちゃい頭も全然余裕がありますしね、はい、こう拳1個分、せっかくだからちょっとトランク見ましょうよ、トランク、はい、どのぐらい荷物が入るのかやっぱ気になるところじゃないですか。はい、これどうやって開けるんですか、このトランクは。開きますよ。お、
結構勢いがいいですね。危な勢いが良かったですね。今めちゃくちゃすごい勢いで、あ広い。これ全然大丈夫じゃないですか。ちょっとこれちょっと山中さん乗ってみてください。これなんなら2人ぐらいいけるサイズ。いやでも俺山中さんと一緒にこんな暗闇で抱きつかないですから。やめてください。1人でお願いします、はい、あでも全然広い。全然広いですよ。山中さんがデカめのゴルフバッグだと思って皆さんこう見てもらえれば分かると思うんですけど、だってすごくないですかこれ。だから余裕、全然余裕ですよ。余裕全然すごいですね。ほらへえ。結構フラットだしやっぱ奥行きもあるじゃないですか。30歳独身男性でも軽々入れるという。だってこれマットレス敷いたら割と昼寝できるぐらいには広いですよ。あ閉まりましたね、はい、ちゃんとしっかり。いきますよ。いやこれ、これここにあるんですよ。しかもほら超ちっちゃい。見てくださいこの気遣い、気遣いの車ですよこれね。おお。こんにちは。あのねちょっとめちゃくちゃ暗いよこれ。本当マジ真っ暗。閉まったら本当にびっくり。光合成できなくて驚いちゃった、うん、マジ真っ暗。どうでした、ね、寝れそう。ここだでもマットレス敷いたら寝れますよ。本当足伸びないでしょ。でも足は伸びないですけど、まあ、さっきより全然だからこう畳んでる分には全然寝れます。なるほど、すごいじゃないですか。で、まあ、下はどうなってんのって話なんですけど、はい、下はねあのディーゼル車なんで、あの、はい、アドブルーのタンクがここに。あここについてるの。ここについてます。へえすごいね、はい、でかいですよね。アドブルーのタンクもね、でかっ。これ燃料タンクもでかくて80リッターぐらい入るらしいんですよどうやら。うん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 。なんで高速距離もワンタンクで、ワンタンクで高速でゆっくり走ってる分には九州まで行けちゃうんですよ。マジっすか。はい、これで軽く行きますか。まあ僕は行かないですけどねはい、じゃあというわけで思想の方に行ってみますか。山中さん。そうですね、はい、はい、じゃあ行ってみたいと思います。やば、滑らかすぎる。てかなんかね、視野、視界が広い。広いですよね。なんか普通ってさ、ここら辺にあるんだよ、うん、A ピラーが。ここだから多分座席のシートポジション自体がものすごい前になってるんだろうな、うん、ただめちゃくちゃ広いね。広いです。へえ。いや高級車ってすごいな。あとこの車ブレーキもうちょっと強く入れてください。ホールドってなってるじゃないですか。そうするともうブレーキホールドされます。おお。これは A クラスも同じなの。はい、僕のにもついてます。運転してる側が眠くなっちゃうんだけど、うん、どうすればいい。めちゃくちゃ楽ですからね。うわうわ、吸い込まれるシートに。すな、いやなんか家だね、家、もはや。なんでしょう、こうスペースに全部余裕がありますよね。全てこの車格になってくると。うん、これはドイツ車ってしっかり作られてるなって感じがする。またフランスとは全然違う。 そうですね、うん、フランス車は乗ることが多いけど、でもこういう作りじゃないんだよね。もっとこう全体的に足回りを動かすっていうか、はい、もっとふにゃ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 してるんだ、ね、ドイツはもうなんかこれみたいな、はい、しっかりしてる作りが全然。イタリア人はどちらかっていうと遊んじゃうから、車で遊んじゃう。そうそう、フランス人はちょっとなよなよってしてて、ドイツ人はこれじゃみたいな、こうじゃなきゃいけないんだっていうのがしっかりある感じ、うん、車は。なんか内装とかにもそういうの現れますよね。なんか、うん、そうね。このさ四角にしてさ、もうここに配列するみたいな、うん、チンクイチェンドがまるでポッピーな感じだったじゃない、はい、すごい遊んでる感じがしたけど、うん、遊び心がないよ、ね、うん、もう こうあるべきだみたいな。なんか AI がデザインしましたみたいなね。そうそうそう、まあ、ドイツ人めっちゃ真面目だからな。やっぱりドイツ人の作る車はすごいな、うん。なんかステアリングのアシストの感じもかなりこうグッて来ないんで、なんか自然にこうだよってやってくれる感じなんで。ああ、こうグーって来ないんだ。なんかフランス車は割とグッてやるイメージですけど。そう、フランス車に制御を期待してはいけないんだ車自体はねいいですけどね。まあまあまあ、
だからちょうどフランスってイタリアとドイツの間ぐらいの作り方するな、はい、でもイタリア人は割と真面目だなと思うな。足回りはしっかり作るね、やっぱり。うん、今日乗った感じは。デザインとかで遊んじゃうけど、はい、あと電気系パーツで遊んじゃうけど、うん、で電気に弱いのかもしれない。まあそういうことですね。イタリア人ね。いやすげえなこれマジで。これでも後ろ乗りたいですね。今日みたいに眩しい日だと本当にね、あの後ろに乗ったら、ね、だいぶ印象変わるでしょうからね。これ純正でこのスモークっぽくなってるの？純正です。ああそうなんだ、高級車ですね。全然乗っててさ苦にならないもんね。うん、山中さんこれおいくら万円なんですか？それは最後ですって気になるじゃないですか、やっぱ、ね、気になりますね。乗り出し800万ぐらい？これ。いや、そう、新車より上なんですけど。あ、新車乗り出しいくらよ？新車でまあきっとまあオプションとかつけたらね、700とかもしかしたら800とかに行く可能性もありましたけど。いやまあでもそのぐらいの価値は全然あるよね。うん、でこれ今何万キロだっけ？8万3000キロです。俺の予想はで8年落ちでしょ？まあでもどうなんだろう、800、700でしょ、350ぐらい予想。なるほど。え、あ、最後に答え合わせしましょうね。はい、はい、ということでひろきさん、 E クラスどうでしたか？ E クラスでしたね。ちょっと何言ってるか分かんないですけれどもはい、やっぱ高級車って感じですね。高級車ですね、はい、はい、いやものすごい、いやでもねすごいお世辞抜きでもうやっぱいいね。乗り味もいいし、エンジン音もそんなうるさくないし、はい、だから長距離移動がめちゃくちゃ楽なんだなっていう感じの印象を受ける車かなと。本当はね、高速でインプレッションしてね、うん、実際どれぐらいの燃費なのかっていうのもね、まあ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 、確かに確かにお伝えしたいところありましたけど、いやでも十分わかる、こんだけしか乗ってなかったけど、はい、いやでもいいんじゃないですか。はい、そんなね、こちらの E クラス予想350万、総額135万円でございます。マジでそんな安いの？買います？いや今買えないけど、だって俺まだプジョーのディーゼルあるし。あ、そうですね、動かないけど、ね、動かないけど ね, 動かないけどね、はい、あ、そんな安くなるんですか？そうです。え、こんな綺麗で。あ、そう、あ、そんな安いの？はい。あ、そう、どうですか？そうね、あのもっと 前もってそう知ってればね、ちょっと変わるんですちょっと遅かったですね、言うのが、はいはい、でもこの金額でこの乗り味でこれはやばくないですか？へえ。そんなに、はい、そんな安いの？ディーラー整備車ですよ。記録も全部残ってますからね、この車。マジで、はい、そういう意味でもご安心して乗っていただける、ね、一台となっておりますので、ぜひぜひ、お問い合わせの方お待ちしておりますので、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、
中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。